る、音程ってものをこの数年で知ったんですよ。まずびっくりすることに、みんな音程ってなんとなく多分生まれてね、リコーダーとか小学校の時吹いた時とかも音符とかあったと思うんですけど、こまれちゃんその音符とかもあの分かんなくて、なんかドレミファソラシドっていう知識はあったんですけど、なんかドレミファソラシドみたいな、こう一つの単語みたいな、そういうイメージで音程ってものがあると思わなくて、でその音楽のその音符マークもみんなにみんなありがとう音符みたいな、そういうマークとして使うという風な概念で生活しておりまして、でここ最近で音程を知って、めちゃくちゃこの失われた数十年の音楽に対する知識を取り戻そうと思ったんですけど、やっぱりね、小さい頃からのそういうなんか捨ておいてしまったものってなかなかこうね、大人になってから身につくのが難しくて、今必死に勉強してるんですけどっていう感じで、でも歌は本当に大好きなんですよ。この歌は本当に大好きで、そうだからちっちゃい頃から歌を歌うとみんな周りが笑ってくれて、あのあんまりにひどかったから笑ってくれていたらしいんですけど、でも笑ってくれてたから嬉しくて、いつも大きな声で歌ってたりとかして、で今はちゃんとみんなに素敵な気持ちで笑ってもらえたらなって思って、今日はアタークしたいと思います。はい、拙い歌だけど頑張って気持ちと楽しさは、うん、世界一込めて歌うので、よかったら最後まで聞いてくれると嬉しいです。青霧高校、コアルはちょっと歌に対してのすごいなんか多分ちょっと人知れぬいろんな感情があって、合唱コンクールの時にもコアルのせいですごい不協和音を轟かせちゃって、声ちっちゃくしてって言われたりとか、うん、いろんなちょっとね、歌に対しての苦い思い出があったんですけど、今すごく幸せです。ちょっとまだね、これは歌っていう歌じゃないのであれなんですけど、青霧高校、みんなもし自分に子供とかできた時とかは、子供にあのピアノを買ってあげて、あと音程を教えてあげてくださいね。音程っていうものがあると、うん、あのコアルちゃんみたいにすごい今になって音程を必死に勉強して、うん、毎日ドレミファソラシドのピアノ聴いたりとかしないと全然わかんない風になっちゃうんでね、歌っていうのはやっぱり子供の時のが一番ね、覚えやすい気はしますと、うん、コアルみたいなこんな謎のトラウマが植え付けられちゃうんでね。